返せないって分かってるわ。始めよう。君たちのために地獄の一等地に部屋を用意しておいたから、安心していってらっしゃい。誰にも縛られるつもりはない。なんと己が存在を自らに超える。行くよ。ちょっとからかってあげる。敵も逃げられると思うな。バラージ、こっそりどこかに行っちゃうかもね。誰もサプライズ好きだから、好きに選んでね。少し落ち着いて、いつも通りに見えるね。ディオポーネント、グレディーヴ、翼を貸して。は我が恩的に、ただ岩老物に過ぎぬのか。ディオポーレント、黙って。少しは打ち漏らすかと思ったけど、うまくいったみたいだね。